はいどうも、クワチャンネルのクワちゃんです。というわけで、カレーに虜な生活というわけで、毎日カレー動画をお届けしてるんですけども、本日行ってきましたお店はこちらです。 JR 神田駅から徒歩7分くらい、このおじさんの人形が有名な目印です。こちらのトプカさんは神田エリアではすごい人気のお店で、いつもねお客さんがいっぱい入ってるイメージがあるお店なんですが、というわけで早速今日のカレーも行ってみましょう。今日のカレーどうぞ。まず運ばれてきたのはゆで卵と激熱のスープ。こちらのスープ激熱なんで気をつけて飲んでください。ほっぱにもうゆで卵やだお前、ほっぱに。本日注文したのがこちら、ポーク&キーマの2種盛りカレーでございます。それでは本日も行ってまいります。まずは皆さんお待ちかね、ポークの方から行ってみましょう。ん？これはまさかうまし。お次はごろりと入った豚肉を一口でいっちゃいますよ。食べた瞬間に肉汁が口の中に広がる広がる。やはり日本人としてはカレーの中にジャガイモが入ってるのは最高。ホクホクのジャガイモは幸せ。口の中に幸せの激アツを含んだのもつかの間。次はキーマカレー、肉の旨味がギュッと詰まって、こちらも食べた瞬間に最高。こちらは豆のスープのダルスープ、辛めのルーの箸休め的な存在として名脇役を演出。もちろん忘れておりません、こちらの名脇役もう一人、福神漬けさんです。ポークカレーの程よいスパイス感と強めの辛みに汗をじんわりかきながら、どんどんスプーンが進みます。雨のルーのお助け役として出てくるのがこちらのトマト。このトマトの酸味とカレーがまた合うんだわこれ。最後の絶品ポークもペロリと平らげて、残りわずかになったカレーを惜しみつつ、辛み強めのポークカレー、肉の旨味が詰まったキーマカレー、優しい味のダルスープ、この3つが一度に楽しめる一皿なんて最高。はい、スパイスの雫を拭き取って水飲んで。辛いのが好きな人にはおすすめ、人気店も納得の一皿でした。本日も綺麗に完食、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、ポークカレーは思った以上に辛さが際立って、もう食べてるとものすごいもう汗がすごかった。キーマカレーは肉の旨味がすごいギュッと詰まってて食べ応えないな、キーマカレーです。まったりとしたダルスープっていう豆のスープがついてくるんですけども、それをキーマカレーに混ぜたりポークカレーに混ぜたりして食べるのもすごい美味しかったですね。最初に出てくるスープがめちゃくちゃ熱いんですよ。だからそれめちゃくちゃ気をつけた方がいいですね、飲む時に。やっぱりポークカレーが何といっても辛さが際立って、ね、すごいおすすめです。トプカさんはやっぱり辛いっていうイメージがあるんですけど、辛いの苦手な人でも辛さ控えめのカレーも出してるみたいなので、ぜひそっちの方もチェックしてみてください。ゴロッと大きい豚が入ってるっていうのと、大きなジャガイモとか野菜がたくさん入ってるのがすごい嬉しいですよね。で、辛いの食べながらトマトのキリッとしたね、さっぱり感も味わえるっていうので、すごい食べ応えのあるカレーでした。はい、というわけで本日の、カレーに虜な生活でした。メッセージコメントお待ちしてますんで、ぜひお待ちしております。いやでもしかし卵が絶対出てくるんですけど、ゆで卵が絶対ついてくるんですけど、あれ、あと人形がね置いてあるんですけど、人の名前は一体なんという